小し直美7月5日体は、日本の弁護士、政治家、元大津市長、大阪府茨城市に生まれ、5歳で大津市へ転居する。大津市立南郷幼稚園、大津市立南郷小学校、大津市立南郷中学校卒業。中学生の頃、自宅で祖母が倒れた。家族は、約10年間、介護に追われ、母親は、デザイナーの仕事を辞めざるを得なかった。 この時、地方自治体が何かできることもあるのではと思い、以来、政治の世界を目指すようになったという。滋賀県立ゼゼ高等学校、北海道大学法学部卒業、北海道大学大学院法学研究科修士、家庭修了、2000年に司法試験に合格し、司法修習を修了、弁護士登録し、2002年に西村朝日、 法律事務所に入所。2005年には、早稲田大学大学院非常勤講師も務める。2009年、ハーバード大学ロースクールで修士号を取得。修士論文は、テイクオーバーディフェンスインジャパン。ニューヨーク修士法試験に合格し、ニューヨークの法律事務所でベベワスプリンプトン、LLP に勤務した。2010年9月から、コロンビア大学ビジネススクール、 日本経済経営研究所の客員研究員を務め、2011年1月より国際連合ニューヨーカ本部法務部で研修を受けた。2012年大津市長選挙に立候補し初当選。2015年世界経済フォーラムでヤンググローバルリーダーに選出された。ウーマノミクスの賛同者であり、2016年11月6日にオーストラリア国立大学で行われた。 シンポジウム、ジャパンアップデート2016、ウィル、ウマナマックスワークに出席し講演した。2019年8月、行政改革に、道筋がついたとして、大津市議会の与党会派、市民ネット21や自民党市議らに参戦不出馬の、意向を漏らした。自ら後継者選びを開始し、加田幸子の次男の加田周平主義を説得するが、断られる。は、 側近の人事課長の小西元明にアプローチ。古史から相談を受けた、加田幸子も、小西を高く評価したとされる。11月14日、参戦不出馬を表明。記者会見で2015年に2期目の立候補を表明した時から、次の選挙には出ないと決めていたと明かした。11月24日に開催された、野党4党代表者会議の場で、 市民ネット21が小西を市長選候補に絞り込んだことが明らかにされた。小西は12月6日に正式に出馬表明した。告示後に連合首がとかが代表を務める政治団体チーム首がの推薦を受けた小西は2020年1月19日に行われた市長選で元自民党県議の佐藤健次に敗れた。同年1月21日、 古市は退任会見を開き、自身の姿勢について、市民との約束を達成し、主観では100点。ベストを尽くし、これ以上はできなかったと述べた。市長選については、私が応援していることが、浸透していなかったと述べた。2020年9月15日、三浦法律事務所に入賞した。2012年大津市長選挙2011年2月。 古氏は、滋賀県知事の加田幸子にメールを送った。内容は、翌年の大津市長選への出馬を前提に、目指す政策を A4 番9枚分にまとめた、ものであった。ところが面会した際、加田は、政治の世界は、男社会。女性という理由で、人知れず苦労したこともあるとこ氏を悟した。まずは現場を見るようにと促され、同年4月の県議選で、地域政党、 対話でつなごう志賀の会の候補者の陣営に、加わり選挙の仕組みを勉強した。同年10月24日、現職のメヘン新市長は、市議会の自民系会派、水海誠会、大使会と公明党議員団に参戦出馬の意向を伝え、指示を求めた。メヘン市政に不満を持つ一部の自民系市議から、出馬要請を受けた元参議院議員の山下、秀俊も出馬を決断。 10月28日に市議会の自民計量会派に支援を要請した。古氏は川端達夫衆議院議員に直談判し現職の対抗馬を探す民主党と社会民主党に推薦を求めた。11月5日、市議会の民主党計会派市民ネット21は古氏の擁立を決定。11月16日、民主党、社民党、 対話でつなごう滋賀の会、連合滋賀の推薦を受けて、市長選に立候補する意向を正式に表明した。11月20日、山下秀都氏は、水見誠会の幹部に会い、立候補自体を伝え、自民党候補は、メヘンに一本化された。古氏は、カダの当選に貢献した選挙プランナーの松田織を、選挙参謀に起用し、緑色を、 イメージカラーにするなどカとの近さをアピールした。2012年1月22日、市長選実施。現職の目変身、医師の東雅子らを破り初当選。当選時の年齢は、当選時の年齢は36歳6ヶ月で、歴代最年少であり、当選時の年齢は36歳6ヶ月で、当時史上最年少で当選した、女性市長であった。都道府県知事、 県庁所在地の市長を同時に女性が務めるのも、当時は、全国初であった。当日有権者数、26万7426人、最終投票率 44.、44.15%2016 年、大津市長選挙自民党は、あやはグループ創業者で、元参議院議員の川本秀則、現職参欺議,議員の二野湯武氏らが中心となって、元琵琶湖放送アナウンサーで、 滋賀県議会議員の津田太鼓の擁立に動く。2015年8月、川本が北起人代表を務める明日の大津を考える会は、津田デに出馬要請。同年10月13日、津田デは大津市長選に立候補する意向を表明した。津田デ陣営は選挙母体として政治団体オール大津を設立し、10月23日に設立会見を 大津市役所で言った。対する古市は10月下旬に再選を目指して出馬する意向を固め、11月12日の定例記者会見で正式に再選出馬を表明した。出馬をめぐり、一時は大津市議会の民主党警戒派、市民ネット21が、越の支援に難色を示していたが、民主党、片雪小前知事の支援を取り付ける。連合市側11月27日に、 古市の推薦を決定した。大津市議会の自民党会派、湖誠会内では、みんなの党から出馬した経験のある津田田に対する反発の声があり、市議の一部は古市の元に走った。自民、公明が後押しする津田田陣営は、日本をめちゃくちゃにした民主党と改革の抵抗勢力と言われる労働組合に選挙を支えられている、原市長と書かれた、 皇帝ビラを反復するなど、現職をなりふり構わず攻撃した。連合志賀は、古志の推薦を決定したが、実地郎大津市職員組合と全志賀協職員、組合は、推薦を拒否し実施投票とした。11月16日、テレビ番組プロデューサーの川本勲が立候補を表明。12月15日、日本共産党滋賀県委員会副委員長の川内。 タクガ立候補を表明。2016年1月17日、候補者が4人乱立する選挙戦を制し、再選。当日有権者数27万814人、最終投票率47.97%、教育その他。ありがとうございます。